ピーター・アーツ、オランダ。この豪放雷楽な性格がアーツを支えてきた。だが、スリータイムスチャンピオンは天性の資質だけでなれるものではない。特にここ数年は科学的トレーニングと節制を怠らず、実力の衰えを感じさせない。Depends on the fight. Tell us about your opponent. He's big, black and big. But I will knock him out. Messi to the fans, please. I love you and I'll see you after the fight. Gary Goodrich, Trinidad Tobago.If Peter loses, I will knock him out. I won't win by decision, that's for damn sure. From him being knocked out, if he knocks out quick, then he could probably say it was a lucky shot and let's do it again, which I'm happy to oblige anybody. We can do it again. For his career, I think it'll probably be devastating to his career. I see that he's been out for a while, hurt. So maybe it's to my benefit that he's a little rusty. You know, it's really strength and...Strength and size over skill and technique. You know, he's got the skill and technique, and I got the strength and size over him. So hopefully it'll be quick and painless, and we can all go home in one round. Pass the message to the fans, please. To the camera. To my fans. Minasan, konnichiwa. Thank you for your support with MMA, with Pride. Now I'm in K1. I'm happy for your support.Continue coming out. I'm hoping for an exciting fight tonight. Gombatte kudasai. Okay, and a message from a beautiful sister. We are gonna win. That's pretty simple.吠える。力を残したままプライドのリングを去ったグッドリッジ。 K1 に戦場を移し、戦いの場へと戻ってきた。ミスター K1 と言われるアーツを倒せば K1 の常連選手となり、トップファイターへの仲間入りができる。アームレスリング世界王者のパワーを生かせば、アーツといえども立っていられるわけがない。ポジティブシンキング、自分を信じ、パワーファイトで立ち向かう。
者復権、強いアーツがついに戻ってきた。2004年初めての試合は K-1 の威信を守るための戦い。侵略者に対して俺が立ちはだからなくてはならない。強いジフがアーツの顔つきを変えた。修羅場をくぐった数ではお前には負けない。アーツ喧嘩越しで名古屋に登場。第8回アルティメット大会準優勝、ゲリーゲッターエンジン。戦いの舞台に戻ってきました。 K-1 を狙う剛力王、ゲリーグッドリッチ。赤コーナー192センチ 108.5キログラム、 K-1 スリータイムスチャンピオン、ピーター。名古屋レインボーホールが大きく沸いています。ピーター・アーツの登場。3度この世界を制したピーター、しかし相手はゲイリー・グッドリッチです。破壊力対決、アーツの配下、グッドリッチの剛腕か。今第1ラウンド開始のゴングです。グッドリッチいきなり行こうとしましたね。左から右、グッドリッチは短期決戦狙っている話してましたが、大きくアーツはすごく構えましたね。アーツはキックでいくとね話してますけれどもね、左のキック、左のミドル、アーツがキックで牽制をしています。右のローキック絡み合いました。クリンチになります。本当にいきなりメインイベントみたいな対決ですよ ね、 この対決は藤原さん、はい、KO を期待できますよね、この決着はね。本当にもうどうなるかも話してるんですけど、おそらくこれはただで終わらないでしょうね。そうですね、嵐を受けますね。はい、絡み合ったピーター・アーツです。ピーター・アーツは2004年、これが初戦です。相手はゲイリー・グッドリッチ、左のミドルキック、ミドルキック、ピーター・アーツ。いいですね、ピーターも。特に谷川さん、ゲイリーがこれが3戦目なんですね、うん、絶好調ですからね、今ね。今のでピーターの感じ聞きましたよ。左から右、ピーター・アーツも左から右。ゲイリーの動きが一瞬止まりました。ちょっと視線が泳いでいます、ゲイリー。左、はい、このハイキックが抜かれると怖い、ね、ミドルキックです、うん、前に出るゲイリー・グッドリッチ。ただ長嶋さん、やっぱりゲイリーは短期決戦もこれ観光しようとしてますかね。もちろんそうでしょう ね。3ラウンドまで行くとやっぱりゲリーの方がどうしても不利ですから ね。1ラウンドでできれば決めたいですよね、ゲリーは。パンチをもらっていますが、前に出るのはゲリーです。そのゲリーを捕まえて、下から右のミドルキック、ピーター次のストレート、左の下、前に出るゲリー、それを右のハイ、ピーターズ。あのハイキックの前にこれまで何人もの男たちが沈められてきました。ピーターペースですよ。膝ちょっと入りました。ちょっとやっぱ効いてますよね、ボディがね。それでもゲイリーは下がらないですから ね。この3分で勝利を、勝負を決めてしまうというゲイリーの作戦でしょうか。いや、ゲイリーはねやっぱ下がっちゃダメですよね。あ、そうですか。下がるとピーターの距離になっちゃうんで、今みたいにね、リード、これも苦しくても前出た方がいいですよ。ちょっと前にしかし出られなくなってきましたか。ゲイリーはかなりローキックももらっています。前傾姿勢になりつつあります、ゲイリー・グッドリッチ。右の前蹴り、ちょっとボディが効いて効いたんですね、膝蹴りが効いたと思う。バランスを崩しました、ゲイリー・グッドリッチ。前に出るリード、それでも倒れない、ゲイリーはそれでも倒れない。あ、ボディが効いた、ボディが痛みを効く、まだ立っている、ゲイリーはまだ立っている。それでも倒れない。 K-1 最強の暴君が容赦なく襲いかかっていく。それでもゲイリーは倒れません。左のジャブです、恐るべしゲイリー。攻め込んでいくピーター、残りは30秒。いや、ピーターが今のところ本当にうまく戦ってますね、本当に冷静。ピーターさん、右のストレート、第1ラウンドは完全なピーターペースです。倒れませんからね、谷川さんのゲイリーもね、はい、ただもう足も効いてるしね、はい、レバーも入ってると思うんですよね、ゲイリーは、ね、ダメージは間違いないですね、これはね。ダメージは相当ありますね、ピーター効いたくないですから。よくしのいでいるゲイリーの第1ラウンドと言っていいでしょう。ピーターはどうやって仕留めていくか、左から右のストレートを襲いかかっていく。試合終了です。第1ラウンドもここで終了です。攻め込んだピーター・アーツ、しかしよくしのいだゲイリー・グッドリッチ。第1ラウンド終了のゴングです。第1ラウンド攻めに攻めたピーター・アーツ、もう試合開始から最後までピーター・アーツが攻め込んでいきました。ポイントはですね、最初の出足をピーターがうまくね、ゲイリーにラッシュさせなかったことですね。もうゲイリーのその
前に出よう、はい、第1ラウンドで決めようという気持ちは手に取るように分かりますもんね。それをうまくしのいだところにピーターの猛攻が始まりましたよね、これパンチ、膝、ローキック全て効いてますよ、はい、ゲイリーだから立ってると思うんですけど、おそらくほとんど入ったと思いますね、OK、行きましょう。ゲイリーがどうするか、おっと気合を込めた、気合を込めたゲイリー・グッドリッチ、最初ちょっと気をつけた方がいいですね。前に出るです、前に出ます、ゲイリーが前に出る、1ラウンド終わった後のインターバルで体力を回復してしまったが、ゲイリーが前に出る、あとはここはしのぎどきです、あ来ましたよ、ゲイリーが来ましたよ、これも前に出る、ゲイリーが前に出ています、このインターバルで来ました、いやいやこれゲイリーいいですよ、ゲイリー前に出れば、ピーターのガードが下がっています、この2ラウンド快速同時に跳ね飛ばしました、ゲイリー・グッドリッチ、ローキックでバランスを崩した、ね、ゲイリーローキックでバランスを崩されました、パンチを出した前に出るピーターズ、抱え込んで投げてしまったように見えましたが、今ちょっとアーチ陣営のセコンドが今の行為に勢い余ってリングの中に入ってきてしまいました、今状況としてはゲイリー・グッドリッチがちょうど距離がなくなった時にいわゆるボディースラムのような形で投げ飛ばしてしまったように見えました、ね、あの苦しいからああなったと思うんですけど、でもまあセコンドもね、あそこで入ってきちゃよくないですね、これ両陣営本当にこの一戦勝ちたいんですね、勝ちたいんですよ、もうとにかく K-1 ではなかなかないですからね、シーンはね、森さん、あのスティール会長もね、何度制止されたか分かりませんね、あそうですか、もうリングサイドに行ってはいけないんですけども、もう何度も何度も制止されながら、それでもね何か声をかけたいという感じになってましたね、これは両陣営の心の戦いです、ゲイリーに対してはイエローカードが示されました、選手同様、両セコンドも完全にヒートアップしています、そうですね、ものすごい殺気ですよね、これゲイリーにしてみれば復帰参戦でグランプリを狙おうかという、もう大切な一戦なんですよね、ピーター破ったらもう本当にね、アーツの2戦目のプレッシャーです、スリップダウンです、スリップダウンです、スリップダウンです、でもちょっとピーターもフラフラしますよ、互いにダメージは確かにあるでしょう、ガードの今ですが、ピーターアーツのバランスが崩れた、巻いてるゲイリー・グッドリッチ、拳を振り回していく、2人のストレート、ピーターアーツ、ピーターアーツのロースを背負いながら2の引きを外していく、過去3度 KO を制したピーターアーツです、そのアーツ、危ない危ない危ない、ピーター危ない、ここはゲイリーが優勢、ここはゲイリーが優勢、危ない、ピーター、ロックです、巻いてるゲイリー・グッドリッチ、危ない、危ないですね、これはあのパンチは怖い。ガードの上からでも効かないですよね、1ラウンドを見る限りはもうゲイリー2ラウンドは時間の問題だろうかと思いましたが、これは分からなくなってきました、これ、ね、前に出てるからですよ、ゲイリーが、ね、だからね、今ちょっとね下がり出してこれ前でなきゃダメですよね、ピーターアーツがこれ状況を打開するには、あのピーターピーターピーター大歓声、左の膝、ダウンはまだダウンはない、まだダウンはない、捉えています、ゲイリー効いてますね、ホールド、これね、あの反則で変に折らせてほしくないですね、決着、完全決着みたいですね、ただゲイリーが前に出られなくなってきました、もう足が腰上がってますね、ってますね、完全にゲイリーの足はピーターズのローキックで仕留められています、でも、ね、それでも拳は出していますからね、森さん、はい、表情もね、これだけローキック効いてるのになんで倒れないんだ、そんな表情ですね、そうですか、確かにそうでしょう、でもね、これいつ復活するか、このゲイリーの勢いがですね、ピーターとしては油断できないですよね、バランスを崩した、コーナーポジションで空押しで倒れるのを逃れたというガラスのゲイリー・グッドリッチ、ゲイリー・グッドリッチに関して言えばですね、判定なんかどうだっていいですよね、とにかく倒して倒すだけですから、もうこれゲイリーはね、もう前出るだけですからね、前出るしかないんで、このラウンド残り10秒です、今みたいにゲイリー・グッドリッチは前に出る、もう痛くても出る、よろめきながら、それでも3戦目ゲイリー・グッドリッチ、第2ラウンド終了のゴングです、すごい試合ですね、果たして決着はどんな形で迎えるんでしょうか、大変な戦いを迎えています、お互いにダメージが蓄積されて、特にゲイリーはおそらくもうダウンしてもおかしくないような、おかしくないですよ、これ本当プロ魂ですよね、ゲイリーのね、しかし2ラウンド序盤ゲイリーが出てきた
のには長嶋さん驚きましたね。これだからピーターは思いもよらぬ、あのゲイリーのね攻防ですよね、はい、なんか自分がこんなにダメージ受けちゃってるのかちょっと今分かんないような状態かも分かんないですね。ピーターアースは1ラウンド見る限りではもう完全にピーターアースかと思いました。いやもう2ラウンド前半でね決まってもおかしくない1ラウンドでしたから、ね、それをこのゲイリーの猛攻です。2ラウンド終盤はしかしアーツのローキックが効いてきました。さあ決着の3ラウンド結末はどう変える。ゲイリー気合い入れてきますよ。ものすごい気合いのゲイリーのトリッチ、気合い入ってきますよ。受け出すピーターアーツ、さあ決着の3ラウンド。コーナーを制しましたね。あえて下がったゲイリーグッドリッチ、どっかでチャンス狙うんでしょうね、前に出れる時を狙ってる、狙ってるんでしょうね。スティーブはね狙ってますよ。とにかくねパンチでは自分の方が上だということでね、蹴られる前に行くはずです。これカウンター狙ってるということなんですかね。今そのようなチャンス狙ってるリボンがありましたけれども、第3ラウンドしのぎにしのいできたゲイリー。しかし第3ラウンドでついにゲイリーはまだ分かんないですからね。ピーターレッドのローキックの前に倒された。最初のダウン、それでもまだゲイリーの瞳は輝いていますけど、さあ来い来いというゲイリー。ノーガードだった相手はアーツだ。アーツに対してノーガードで、ああ聞いた聞いた、倒れない、まだ倒れない、まだ倒れない。1回ダウンを消したゲイリー・グッドリッチ、もうコーナーに背を傾けて立っているのがやっとのことだと思います。右の服、左の下に入っていく。ここでスタンディングダウンを取りました。2回目のダウンです。2回目のダウンです。もう長嶋さん、これゲイリーはここでしか立ってらんないんでしょうね。これ本当はねセカンドもね、もうタオル投げてもいいと思うんですけど、もう投げるなんて言ってんでしょうかね。スティーブ対象はね、そんな気はさらさらないといった感じで、気力で立ってますね。一発狙ってますね。かもしれませんね。かすかに訪れるかもしれない。その一発の可能性を待っている。アーツの右の拳が振ってきた。よく耐えますね。右のハイ、3度目のダウン、ついにここで3度目のダウン。壮絶な戦いでした。ダーツも気合いありましたね。今最後は K-1 最強の興奮の決めました。ピーター・アーツが第3ラウンドで仕留めました。すごいですね、よく頑張りましたよ。あれだけ攻めに攻めてそれでも倒れなかったゲイリー。今アースがゲイリーの元に近づきました。お前はすごいよ、そんなこと言ってるのかもしれませんけどね。ものすごくいいね、ハートがお互いに見ていい試合ですよね。これは藤原さん、はい、ゲイリーよく戻ってきてくれたなという試合でしたね。これはね本当にね体が熱くなった試合なんですけども、あの打たれてちょっと前へ前へ打たれても前へ出るゲイリー選手の素晴らしさ、そしてねもう11年間 K-1 をやってきたんだっていうね、このピーターアーツ選手のその経験とそしてプライド、これがもうビシビシ伝わってきましたね。藤原さんも放送席の方に拳を振り上げながら見てました。攻めに攻めたアーツ、前に耐えたゲイリー、2ラウンドは挽回も見せました。3ラウンドしかしついにこらえきれず、ゲイリー・グッドリッチが崩れ落ちました。もうおそらくこれコーナーでなければタッチされなかったと思います。1回目のダウンを喫した後、その後は常にコーナーを背負う形で第3ラウンドを展開しましたゲイリー・グッドリッチ。これが最後のフィニッシュ。ピーター・アーツを前に耐えに耐えたここまでの戦い、最後はしかしアーツの力がゲイリーを上回りました。これは名古屋の名勝負が生まれましたね。本当こういう気持ちがねお互いに見る試合というのは素晴らしいですね。アーツは大学2004年のね、もちろんアーツの今年のこれからも同じ注目です。誰よりもねピーターアーツってやっぱり K-1 を背負ってるっていう意識強いですから。それからゲイリーがこの後、まあ、今年に限らずこの後グランプリにどう絡んでいくか、そうですね、もう期待したいですね。十分資格はあると思うんですけどね。私はいきなり名勝負が生まれました。この名古屋ピーターアーツ対ゲイリー・グッドリッチ、攻めに攻めたピーターアーツ、前に耐えたゲイリー・グッドリッチ、しかし3ラウンドついに決着がつきました。3度 KO を制した力を見せた K-1 最強の暴君ピーターアーツ、最後は KO でゲイリーを仕留めました。今セコンドに肩を抱えられながらゲイリーがリン
します。戻ってきた復帰3戦目のリング、ゲーリー・グッドリッチ。ベースは総合格闘技です。この立ち技の舞台はゲーリーにとっては決して慣れぬステージです。しかも今日の相手はピーターズ。この立ち技最強の舞台 K1 で3度制した男、そのピーターアーツの前に真っ向から勝負を挑んだゲーリー・グッドリッチ。勝った敗れたグッドリッチ、両者に惜しみない拍手が送られたこの名古屋レインボーホール。ゲーリーの歯は根元から折れていた。それでもひるまずに立ち向かう姿勢を見せた。一方、勝利したアーツの怪我も深かった。歴戦の古傷のすねがパックリと割れ、さらに右足の指が根元から折れていた。だが痛みを見せずに蹴り続けてこそミスター K1、 歴史に残る戦いは壮絶なエンディングだった。Thanks, Louis. I wanted to win. I didn't want to lose. I wanted to win, but I was in a lot of pain, and I knocked my tooth out from early. He knocked it out early. I felt it.And I was in a lot of pain. How was your leg holding? My leg's very tired. Where's the tooth? The tooth is right here. It's in the cup. Okay. Message to the fans, please. Thank you very much. I'll be back. This is just the beginning of K1 for me. And three-time champion, I could have and I should have knocked him out, but not tonight. Next time.Yes, too.